グラングリフォン・バンデーンとは、フランス原産のセント・ハウンド犬種である。ブリケ・グリフォン・バンデーン、グラン・バセット・グリフォン・バンデーン、プチ・バセット・グリフォン・バンデーンは、兄弟種であり、これらは、バンデーン犬種と呼ばれている。およそ15世紀頃に、イタリア原産のラフコートのセント・ハウンドや、フランス王家の犬種であった、キングス・ホワイト・ハウンドなどを交配させて作り出された、グリフォンタイプの猟犬である。イノシシ。 鹿、狼などの大型銃の狩猟に使われ、狩猟本能が旺盛でエキサイトしやすい性格であるためかつては猟犬として重宝されていた。しかし、フランス革命と第二次世界大戦の戦火により数が激減し、さらにフランス国内で大型銃の狩猟が制限されたことにより仕事を失い、希少化してしまった。そのため、 戦後はフランスからアメリカに輸出が行われ、愛好家がブリーディングを行って、頭数の回復を図る計画が立てられている。しかしながら、いまだにその頭数は少なく、不死公認犬種といえど、絶滅の可能性が非常に高い犬種の一つとして、リストに挙げられている。足の長いセントハウンドで、キングスホワイトハウンドほどではないが、垂れ耳は長めである。オは、タレオ。コートは、 ボサボサした固めのラフコートで、毛色はミルクカフェオレやミルクレモンなどがある。体力は多く、走るのも早い喫水の猟犬種である。体高60から66センチメートル、体重30から35キログラムの大型犬で、性格は熱狂的で活発である。生まれつき猟犬としての能力を備えているので、小型犬や小動物と一緒に飼育するのは難しい。 飼育はやや難しいが、ドッグスポーツに最適の犬種で、フリスビーやランニングなどを得意とする。ありがとうございます。